みなさんこんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回は去年からねちょこちょこ名前出してるんですけれども、こちらの育成ライトヘリオスの使用レビューをしていきたいと思います。もうね見ていただいてすぐわかると思うんですけど、植物とっても元気なので高評価させていただきたいと思っております。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。我が家の家の状況的には明るく見えて実は照度が取れていない、明るさが取れていないような場所が多くて、観葉植物を冬場は室内に取り込んでいる関係で日照不足になりがちな植物たちをこの育成ライトの下に置いて管理をしているところです。でね、この今私が手に持っているものや右にあるモンステラのように、この育成ライトの下にいるヘリオスの下にいる観葉植物たちはとっても生き生きとこの冬を過ごしてくれています。室内の温度はだいたい20度から30度はいきませんが、27、8度最高を記録するような室内の温度をキープしていて、プラスで風通しをしっかりと気をつける、あとはこのヘリオスの育成ライトで照度明るさをとっているところです。で、このヘリオスの今までの育成ライトと違う面としては、今までいろいろな育成ライトを使ってきましたが、多くのものが植物が好むとされる赤の波長と青の波長、これをうまく組み合わせて太陽の光に近づけて植物を育成するっていう風な説明を私はよく見かけていたんですけれども、ヘリオスに関してはそれをさらにグレードアップさせて、より植物全体が好むような太陽光に近い光合成を促すような光を放っているっていう風に説明書きがあります。クロロフィルって言って緑の葉緑体の元になっているもの、これがそのヘリオスから出ている光合成を促す光をキャッチしやすいような作りになっているらしくって、それでいて植物がこう、ね、太陽光をめがけて太陽を探すように伸びるように、うちではねこのヘリオス向かって観葉植物が立ち上がるように生育しています。このヘリオスの設置場所に関して、なんか育成ライトってね特別なものが必要なんですかっていうようなご質問をいただくこともあるんですけれども、一般的なご家庭の照明と何ら変わりありません。一口金は E の26、 直径が 26mm のものですね。なので一般の電球とさほど変わりありません。もしかしたら場所によっては E の17でちょっと小さい場所もあるかもしれないんですけれども、一般的な照明器具と設置ができるので、私はこの上のものは確かね目黒の家具屋さんで買ったんですけど、育成ライト専用で最初は買ったのではなくて、普通の電球をつけていた場所にヘリオスを設置しただけなので、これに対して特別な照明器具は必要なく、一般的なご家庭でも育成ライトに変えてそこをね植物の楽園に変えることができると思います。このヘリオス太陽光に近いっていうところで、じゃあねどのぐらいの距離がいいのかっていう風に考えて設置をしていたんですけれども、今我が家では、棚上の高さからこのヘリオスまでだいたい1メートルあります。そこに植物を陳列しているんですけれども、植物の高さによってちょっとね育成ライトとの距離がいろいろ差があって、例えば下に多肉植物アガベとかサボテンうちは置いてるんですけれども、これらに対しては1メートルぐらい差があるのですが、ここでね徒長するっていうこともなく土の乾きも促されています。半つる製のモンステラのようにねスンスンと太陽をめがけて伸びてしまうものはもうねヘリオスまでね多分10センチ15センチないかぐらいまでヘリオスめがけて伸びてくれています。相当元気です。モンステラのアダンソニー私育ててるんですけど、アダンソニーに関しては葉焼けをしてないんですけど、昔我が家で挿し木のねチリフのモンステラを育成してるんです、挿し木にしたんですっていう方見ていただいて分かりますかね、ちょっと葉焼けしてしまいました。近すぎたのかな、距離的には10センチ15センチないぐらいだったんですけれども、このねちょっと葉焼けをするほど太陽光に近いようで、葉焼けっていうのはできればね起きない方がもちろんいいですけれども、私は葉焼けをするぐらいの方がいいかなと思っております。日照不足でひょろひょろと軟弱に育って徒長してしまうぐらいなら
葉焼けをするぐらい日照条件はいい環境で、それでいて、まあ、この葉っぱはその日照条件に耐えられなかったとしても、次生えてくる葉っぱはこの日照条件に適応してさらに強くたくましい葉っぱを出してくれるのが植物のいいところなので、どん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 ね、健康な状態がよく、そして日光に強いたくましい株を育てることができるので、それを屋外の日光日陰に置かなくてもヘリオスによって作り上げることができる可能性を私はここの葉焼けで感じました。それぐらいね、太陽光に近いっていうところで植物が生き生きと、株自体はとても元気です。ピンピンと元気に過ごしています。なので新しい新芽がね、これから出てくる時にこの子はさらに強くたくましい、このヘリオスの下の強い日照条件の中でも生きられるような葉っぱを作り出してくれるので、ヘリオスがね、相当機能性が高いっていうことが葉焼けで証明ができました。この葉っぱはね、ちょっとね、残念にはなってしまったんですけど、次の葉っぱに期待です。すごい形が良くてね、好きだったんですけどね。あとはこのヘリオスを使う時に気をつけてほしいのは、結構皆さんからご質問いただくんですけれども、冬の間は絶対に休眠するんだったら水を閉めるんですかとか、ご質問をいただくんですけれども、こういった形で我が家のように温度が保てていて、それでいてヘリオスのように育成ライトを使っていて、日照条件もそれなりにいいようなご家庭の場合には、冬でも休眠せずに植物が生育を続けるパターンがあります。観葉植物はもともと熱帯の植物なので、冬があるかっていうと、実際には現地には冬はないような環境で生育しているので、1年間ね、通年通して生育する分には何ら問題はありません。なのでこの育成ライトの下で光合成も促されていて、温度が暖かく、それでいて土の乾きもしっかりと取れているっていうような環境であれば、冬の水やりっていうのはたっぷりしっかりを続けてあげてください。ですが、少なからず成長期のぐんぐんと水を吸うような環境でない場合もあるので、ここはね、臨機応変に土の乾き具合、あとはね、観葉植物の新芽の展開具合、この辺なんかを見計らってもらって、植物の表情を見ながら水やりのタイミング、そして水の量、しっかりと見極めていってください。冬のね、水やりの方法に関しては他の動画でお話ししているので、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。はい、では今回はね、育成ライトヘリオスのその効果をご紹介させていただきました。このね、当てる距離っていうのは、例えば私のように葉焼けをさせてしまったら若干離してあげないといけないと思いますし、むしろこのヘリオスが遠すぎて徒長してしまう、その植物にとって明るさが足りない場合には近づけてあげるっていう形で、ご自身でその設置の場所は調節してあげた方がいいと思います。なので上の口金をつけるものも、コード状のものだと長さが調節しやすいので、私はおすすめです。使っていてとても使い勝手が良いなと感じております。もちろんこれが絶対ではないんですけれども、皆さんもご自身のご家庭の植物の葉の表情、葉っぱの広がり具合、あとは葉焼けなんかのトラブルなんかも含めて、表情を見計らって距離調節してみてあげてください。ヘリオス自体はとてもね、太陽光に近いっていうところで私はおすすめしたいと思います。皆さんもちょっとね、冬心配だから育成ライト始めてみようかなとか、今使ってるものよりも使い勝手が違うか試してみたい、そういった方は概要欄にリンク貼っておきますので、ヘリオス検索して調べてみてください。気になったらお揃いお待ちしてます。では今回は育成ライトヘリオスのご紹介と、あとは私の植物がそのヘリオスを当てたことでどうなったかっていうところをお話ししてきました。本当にね、ヘリオスのおかげで私は観葉植物、冬の間でも生き生きと生育することができています。皆さんにもこの良さ、ぜひね、実感してほしいので、気になる方ぜひチェックしてみてください。今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録もお待ちしております。はい、くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺で、バイバイ。